第22回参議院議員通常選挙は2010年7月11日に日本で行われた国会議員の選挙である。第174通常国会が2010年6月16日に閉会となり、これに伴う同日の臨時閣議で2010年6月24日公示とする日程が決まった。2004年7月11日施行の第20回参議院。 議員通常選挙で当選した議員が改選対象となった。民主党にとっては政権交代後初の与党としての大型国政選挙であり、自民党にとっては野党の立場として初の大型国政選挙である。前年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙では民主党が歴史的な対象を収め、政権交代が実現。 同年9月16日には、鳩山幸男内閣が発足した。鳩山内閣は、当初70、70%を超す高い内閣支持率を得て、スタートし、発足直後から国連での一般演説で、温室効果ガスなどの CO2 削減目標の、引上げ比25%の削減目標、自衛隊インド洋派遣の撤退、公共事業の見直しなどの政策転換を、 積極的に推し進めた。しかし他方で民主党の小沢一郎幹事長の政治資金収支報告書の虚偽記載問題が再燃し、また、鳩山首相自身にも母親からの多額の生前贈与に対して贈与税を納めていなかった事実が発覚。自民党政権時代から続く政治と金をめぐる不信に加え、鳩山よりも小沢に実質的な権力が集中する。 二重権力構造や選挙支援と引き換えに予算配分を行う小沢の政治手法などが党内外で問題視されるようになると内閣支持率は移転、加工の一途をたどることとなる。2009年11月、行政の無駄を炙り出すことを目的に事業仕分けが行われ、これについては世論からおおむね好意的な評価を受けた。しかし民主党マニフェスト実行のために 子ども手当法や高校無償化法などの新たな歳出や不況による税収落ち込みもあって平成22年度予算では過去最大となる44兆円の国債を発行するに至った。同時期並行して深刻な問題となり始めていたのが米軍の普天間基地移設問題であった。移設先を最低でも沖縄県外が期待されるとして総選挙を戦った鳩山は 地元及びアメリカが合意していた沖縄県名護市辺野古沿岸部へ移設する原稿案を一発し白紙に戻し沖縄県外日本国外移設の道を探っていた詳細は鳩山卸しを参照鳩山内閣の支持率不支持率支持率世論調査結果しかし安全保障上の制約から県外移設を断念結局原稿案のキャンプュワブ沿岸部にほぼ戻る形で 改めて日米行為を取り付け、鳩山は共同声明発表の場で謝罪する。内閣支持率も20%を割り込むなど、政権発足後最も厳しい局面に立たされることとなった。民主党、国民新党、社会民主党による連立政権で政権が運営されていたが、沖縄県の普天間基地移設問題において、閣議で署名を拒否した、社民党党首の福島水保が消費者、 少子化担当大臣を罷免されたことを受け、社民党は8ヶ月で連立解消を決定、与党から野党に戻った。これにより、与党が過半数維持に必要な議席数が3党で54議席以上から2党で56議席以上と増加し、維持が難しくなった。さらに、追い打ちをかけたのが、宮崎県で発生した皇帝疫の流行における政府の初動対応の遅れと、 宮崎県への責任転嫁であった。鳩山首相のままでは参院選を戦えないという改選対象の民主党参院議員の不満が高まり、鳩山への問責決議案が出た場合、民主党からも造反者が出て可決されかねず、政権運営が困難になる可能性が高まった。6月2日に、 鳩山幸男が民主党両院議員総会での発言を求め、民主党代表及び内閣総理大臣からの職を、退くと辞意を表明、小沢一郎も共に辞意を表明。これを受けて、2日後の4日に急遽民主党代表選挙が実施され、菅直人が勝利、同日の国会において、内閣総理大臣指名選挙によって、第94代内閣総理大臣に指名され、 6月8日に、官内閣を組閣、天皇の認証式を経て、正式に就任した。国民新党代表、亀石塚郵政改革、金融担当省は、今国会での郵政改革法案の成立が廃案、先送りになった責任を取り、組閣早々に辞任。しかし、政権は離脱しなかった。公認には、同党の事件翔三郎幹事長が就任した。 関内閣発足当初の支持率は、おおむね60%台と、末期には20%前後にまで落ちていた。鳩山内閣の支持率から、V 字回復を果たし、この高支持率を維持したまま選挙に突入すべく、民主党は、野党との投資討論も、予算委員会もせず、国会を閉会。このまま民主党が逃げ切りを図ると思われたが、菅首相が、消費税の増税に触れ、 さらにその発言が2点3点したことなどで、支持率が選挙直前には40%台にまで、急落した。参院選の人気切れ目前で首相が交代したため、選挙管理内閣の性格を見せたが、内閣発足から34日目で、参議院通常選挙の投票日に入ったのは、歴代最短記録である。二千九年の第十五回衆議院議員総選挙で大敗し、 野党に転じた自民党からは14人の現職国会議員と11人の現職国会議員の計25人が離党した。その一部がこの参院選を睨んで新党を立ち上げた。これらの党に加え2009年衆院選前から存在した国民新党決闘、みんなの党決闘も存在し2010年4月に地方首長を中心として 日本総新党が決闘されるなど、保守勢力から多くの政党が乱立した。一連の離党の動きに対し、自民党執行部、特に党幹事長の大島忠盛が強く批判。離党した現職及び、現職の国会議員のうち、党紀委員会での審査を経て6人に対して、除名処分が下された。特に、与謝野とマ添の除名が注目されたが、党紀委員会では、 正投票で当選した比例選出議員であることや、新党決闘首謀者として、他の自民党国会議員に対して、新党決闘のために自民党離党を促したことを反党行為とされた。菅直人内閣総務省第22回参議院議員通常選挙結果都道府県別投票総数、有効投票数、無効投票数より、抜粋改選数、編集定数の変更、 編集定数の4増4減が2007年の前回、選挙より行われているが、本選挙実施により本来の定数選出となる。437人が立候補した。立候補者数は選挙区に251人、比例区に186人の計437人となった。立候補者数は第21回参議院議員通常選挙の377人を上回った。 選挙期間中、各政党は CM や新聞、インターネットの動画サイト等を使って積極的にプロモーション展開をした。各政党映像 CM でのプロモーションを書きに記す。近年の選挙ではそれまでの選挙公約から政権公約、マニフェストを提示する流れがあったが、2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙で政権を、 獲得した民主党が自身の提示したマニフェストのほとんどを実行に移せず、結果、マニフェストという言葉にもマイナスイメージを持たれることとなった。そのため、野党を中心にマニフェストという言葉を主語として使用するのを避け、いわゆるマニフェストという言葉を語尾につけた。一方で、みんなの党は独自にアジェンダという言葉を使用した。選挙の結果、 前回2007年の参院選と同じく参議院で与野党が逆転し民主党、国民新党は少数与党となった。これにより衆議院で与党が法案を再可決できない完全なねじれ国会となった。民主党、編集民主党は現職の閣僚などの大物議員が落選し特に勝敗を分ける一人区では発二21敗と統制は交代した。複数区では 小沢一郎前幹事長の方針で二人の候補が擁立されたが、東京都選挙区と愛知県選挙区を除き一人の当選にとどまった。なお、複数区で候補者が共倒れすることはなかったが、残りの一議席を民主党の公認候補同士で争うケースが見られた。得票数、得票率では、全政党中、第一位を保持し、 選挙後の党派別議席数でも第一党を維持した。国民新党、編集同じく与党である、国民新党は比例区で、長谷川則政が40万票余りを獲得したものの、議席の確保には至らなかった。自民党、編集野党第一党である、自民党は一人区で21勝8敗と、大将、複数区でも二人の候補を擁立した。 東京都選挙区と千葉県選挙区で片方が落選した以外は全員当選し、公示前から13議席増の51議席を獲得し副長、改選第1党となり、前年の衆院選後続いていた党勢の衰退に歯止めをかけた。なお、自民党が参議院選挙で改選第1党となったのは、第19回参院選以来の9年ぶりであり、選挙区での39議席獲得も、 第19回参院選に迫る獲得議席数である。しかし、比例区では12議席しか獲得できず、決闘以来の最低記録の14議席、第21回参院選をさらに下回る結果となった。その他野党、編集注目された第3局は、みんなの党が選挙区、比例区合わせて10議席を獲得し、改選第3党となった反面、 新党ブームで誕生した新党改革は4議席減らし、立ち上がれ日本も現有議席維持にとどまった。また、組織票をも、しかし、そのみんなの党も選挙区での議席獲得には伸び悩みを見せた。公明党の候補者のいない選挙区である千葉県、神奈川県、愛知県では順調に得票を伸ばし、千葉県と神奈川県で議席を獲得したが、 埼玉県では比例区では公明党よりも得票率が高かったのに選挙区では比例区よりも得票を減らし結果として公明党の後人を排して落選した。東京都でも比例区では92万票を獲得しながら選挙区では65万票しか獲得できず最下位5位での当選となりこの選挙での不動票を多く獲得したと言われる。 みんなの党が、比例区と選挙区ではその様子が微妙に異なる結果となった。幸福実現党は、前年の衆院選と同じくすべての選挙区、比例区で共託金没集点を下回り全員落選した。日本総新党は、東京都選挙区に出馬した山田博士が20万票以上、比例区では中田博士が12万票余りを獲得するも及ばず、 議席を獲得することができなかった。その他の諸派や無所属の当選者もゼロとなった。総務省集計選挙区の得票数と比例代表の得票数の両方で民主党が自民党を上回っているが獲得議席数では逆転している。これは民主党が二人区以上では基本的に二人の候補者を擁立したが自民党は逆に二人擁立区は東京。 千葉の二選挙区でしかなかったことが原因の一つである。また、選挙の争点として、民主党を中心とした政権が参議院の過半数を獲得するかが最大の争点となり、民主党批判票は一陸では、自民党候補に集中し一陸で民主党が惨敗した。三人区以上では、自民党、公明党、みんなの党に票がバランスよく、票が分散したため、三人区では、 自民党、民主党、各一人ずつ当選で、後の議席を、みんなの党、民主党、これに公明党で争う展開となり、民主党の落選が増える結果となった。一方、二区では、民主党と自民党が議席を分け合い無風に近い状態となった。民意は、民主党政権に一時的に待ったをかける結果となった。過去の参議院選挙においても、 第15回参議院議員通常選挙、第18回参議院議員通常選挙などで、与党が負けた場合に、このような票の動きが起きている。選挙区の民主党の得票数、候補者数には、香川、沖縄の与党系無所属の候補者を含む、自民党、民主党、公明党、みんなの党補欠選挙、編集党外人気中の補欠選挙は以下に挙げる2013年4月の、 一例だけであった。詳細は、参議院比例区を参照自民党民主党公明党、みんなの東京三党,党社民党立ち上がれ、日本新党改革繰り上げ当選、編集当該任期中は以下に挙げる六例だけであった。民主党、編集自民党、編集公明党、編集日本共産党、編集社会民主党、編集みんなの党、編集自民党、編集立ち上がれ日本。 編集民主党、編集自民党、編集自民党の場合、ほとんどは党規定に基づく定年に引っかかったがゆえに引退を余儀なくされた議員である。この定年制により立候補断念に追い込まれたり、他党に転じてこの選挙に臨むことを表明したりしたケースも見られた。公明党、編集社会民主党、編集国民新党、編集新党改革、編集無所属、 編集民主党、編集自民党、編集公明党、編集日本共産党、編集国民新党、編集新党改革、編集立ち上がれ日本、編集無所属、編集地上波放送 BS、CSAMFM。ありがとうございます。